シュート入ったー、エガちゃんです。エガちゃんさん、今のはビスマルクのオフ。若い子知らないですよ。知らないね。で、今日は江頭56歳初めてのサイゼリア。前回はそのマックをやって、まあ、フィレオフィッシュ以外は初めてっていうことでしたけど、今回サイゼリアは、サイゼリアは今まで一回も行ったことがないんだよ。あ、そうですね。食べたことがないっていうか、そんなに人気なの？めちゃくちゃ人気ですよ。日本で行ったことないの江頭さんぐらいじゃないですか。マジで。名前は聞いたことあります。ちょっと近くにあるから見たことはあるんだよ。あ、家の近くにあるんですね。中野に。そう、緑で赤の文字でしょ、はい、そうです、そうです、そうですね。何屋さんか分かってますね。ファミリーレストラン。そうですね。そうでしょ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何系のファミレスですか。グラタン系。グラタン系って何ですか。グラタンを中心に展開しているファミレス。イタリアンレストランですね。あ、そうなんだ。はい、分かった。で、今サイゼリアはじゃテイクアウトもできるようになってまして。あ、そうなんだ。ブリーフ団が一押しメニューを選んできたので、ぜひ食べていただければと思います。分かった。ただあいつらチョイス下手なんだよ。またコメント欄荒れないようにしないといけないですね。そして、はい、今日も俺忖度なしでやるから。はい、お願いします。江頭56歳、今日でサイゼリア童貞捨てまーす。早速一品目ですけど、うん、その前に江頭さん好きなファミレスってあるんですか。ロイヤルホスト。あ、ロイホスト。うん、高級ですよね、ロイホってファミレスの中では。で、九州が中心で動いてるんだよ。あ、ロイヤルホストってそうなんですか。うん、ははは。で、創業者が多分江頭って言うんだよね。そうなんですか。そうなんですか。へえ。ロイホのクラブサンドが好き。おしゃれ。ロイホのクラブサンド食べてるんですか。そう、結構人気だよ。じゃあロイホのクラブサンド100点として。分かった、いきますか。はい、はい、じゃあ最初は誰がいく。最初は僕から。おお、僕が一押しのサイゼリアメニューはこちらです。ミラノ風ドリア。おお、定番中の定番ね。そうなんだ。定番です。サイゼリアって言ったらもうこの一番人気なんじゃないですか。もう多分サイゼリアで。本当。食べたことない人いないぐらいの。本当。じゃあいただきます。はい、いただきます。まず。ええ？いや、まず。あ、びっくりした。まず。まず。ケチャップがガーンとくるね。これうまい。おお。うまいです。これ、まあシンプルといえばシンプルですけど。安いんですよね。あ、安いんだ。もう290円らしいです。これが290円？すごくないですか。あ、安い。これうまいな。で、さらに裏技とありまして。こちらサイゼリアのドレッシングをかけて食べる。それはやったことないな。どのくらいかけたらいいの。もうお好みで。ある、これやったこと全然ないですね。このくらいかな。結構いきましたね。いただきます。いただきます。味が濃厚、合いますね。なんかすごい予想してたのと違った。なんか全然違う味かなと思ったら結構合いますね。合いますね。
ドリア自体そんな好きじゃなかったんだけど、美味しいね。もう、じゃあロイホのクラブサンドを100点とすると、サイゼリアのミラノフドリア何点でしょうか。75点もうまずソースが美味しいよね、うん、ケチャップの味がドーンときて、うん、その後米粒の美味しさがきて、そしてドレッシングにしたのが濃厚でよかったね。おお、確かにね、これはもう外さないっていう感じは確かにそうですそうだね、はい、このケチャップの味は絶対外さないよ、はい、じゃあ次は誰が行く。はいはい、次僕行きます。はい、こちらです。わー、柔らかお豆のオンサラダです。おお、いや、わかりますよ。そういう反応なのもわかります。うわざわざわしてこういうのってファミレス行ってわざわざ頼まないじゃないですか、うん、正直な話。そうだね、こういうテレビとか、はい、そういう場でもわざわざ出さないでは、じゃあなぜ僕が出したか。そうだね、うまいからですよ。いや、これ僕も正直、サイゼリア結構長年行ってたんですけど、うん、一切頼んでなかったんですよ、うん、で、友達がなんか頼んでるの見て、なんでこんなとこ来てわざわざこんな豆食ってんだって。そりゃそうなるだろう。で、一口もらったんですよ、うん、もうその日から毎回頼んでる。そんなに。ただもう M とは全く関係ない場所で、サイゼリアで一番好きなメニュー何って聞いたら、一人これを言ってる人がいたんですよ。うそー意外とファンはいるっていう噂もあります。これ食べる前にちょっと言っていい。はい、俺豆大嫌いなのやばい、江頭さん大丈夫です。まあちょっと騙されたと思って食ってください。結局豆だよね、はい、豆の概念を変えます、この料理は。小学生なんか一番嫌いなものじゃない食べなくていいなら食べたくないもん、うん、いや、そうなんですが、まあこれ崩して。わかった、はい、じゃあいただきます。うまいマジですか。これうまい。マジでちょうどいい塩加減。そうだね。確かにすごい甘くて、なんか豆っていうよりトウモロコシみたいな、あーコーンみたいな感じじゃないですか。うん、食感が似てるしね。うん、あれじゃないですか。ポンタマ。うまい。これうまい。想像以上に美味しいですね。ねえ。これマジで これだったら絶対このまま食べれますね。ベーコンもまたちょっと塩が効いてて。よくこれ考えたね。絶対普段だったら頼まないじゃないですか。絶対頼まない。今日僕はもう本当に皆さんに伝えて言われてよかったです。アホ豆の伝道師だ。ありがとうございます。いや、想像以上にうまいからちょっと食べて。勇気を持って一回頼んでほしい。ロイホのクラブハウスサンドの100点とすると、こちらの青豆のサラダ何点でしょうか。75点。おお。ミラノフドリアに並んだってすごい。並んだ。豆だよ。これがそこまで化けるんだから、まあ、あと190円ってのがすごいですよね。安い。うわ安いわ。これ汁飯にいいよ。いや、めっちゃいいっすよね。うん、ヘルシー、はい、ね、いや、なんか順調ですねサイゼリアの案件かと思われるよ、ね、じゃあ、次は誰が行く。はい、じゃあ僕いいですか。うん、僕がサイゼリアで、うん、おすすめするメニューは、うん、こちらです。じゃーん、
アロスティチーニー。焼き鳥だね。そうなんです、焼き鳥だと思うじゃないですか。うん、ラムなんですよ。ラム、羊。はい、ラム肉、羊の肉です。ファミレスでラム肉出せってあんまないっすよね。ちょっと冒険家だねサイゼリア、はい、ちょっと臭みあるって思ってるから。そうですね、やみつきスパイスというのがついてまして、うん、これをかけて食べるとまたうまいです。ほんと、はい、スパイス、このスパイスが、香りがすごい。ファンの間では、うん、合法ドラッグって言われてやっちゃおうかな病みつきになる合法ドラッグ、いっぱい振りかけました、はい、ラムの肉、はい、いただきます。いただきます。あれはダメだでも噛んでももう噛むみたいこれ遭難した時だったら食べるかもしれないけどいやこういうとこで食べるもんじゃないでしょもう食べるものがなくてなくて死にそうな時だったら食べるこれ富士山の8合目で売ってても食べないよあんなにきつかったうんやっぱ肉は厳しいんですね。スパイスめちゃめちゃ分かるよ、うん、いや、スパイスだけはいい中身が全然ダメなんだよこれ本当にサイゼリアで出してんの？出してますよ。本当に出してますよ。やみつきスパイスだけでも売ってるんですよ。あ、それはいいと思うよ。だからサイゼリア、これはやめて、これだけ食った方がいいよ本当に、はい、胃袋に入らないんだもんロイホのクラブハウスサンドを100点とするとこちらのアロスティチーニ何点でしょうか。35点厳しいこれはしょうがないよ。だってこれサイゼリア本当出してんのでもこれ人気なんですよ本当に。一回確かこれ原料がもう人気すぎてなくなって販売停止になったんじゃないか。ええー、今また復活して一回なくなって復活してますよ。へえ、本当に。岩下さん、はい、最後にもう一ついいですか。うん、サイゼリアのデザート。デザートは俺厳しくいくよ。わかりました好きだからこそ厳しくいく。はい、僕が一押しするサイゼリアのデザートメニューはこちらです。でかいティラミス。でけえティラミスファミリーサイズ6人分、はい、6人分で6人分、はい、うわーうまそうちょっとこれ江頭さんの嫌いなはずないようわ、 うわこれ鉄板でしょう。わ贅沢、ちょっとこれすごい。江頭さん、こういうケーキとかティラミスとかは好きなんですか？あのね、ティラミスはすごい好きそうなんですね。しかもこれイタリアから直送なんですよ。本当にあのファミレスとは思えないこの本格的な味って言われてる。いやこれ見た目最高じゃない。トロトロ、これ女の子に人気そう。うまそう。じゃあいただきます。いただきます。うわっ、スーって入った柔らけー。めちゃくちゃうまい。
く行くって言ってたのに。これめちゃくちゃうまいっすよ。これ最高じゃないですか。これ火の打ちどころないよ。すごい。これもこれでもう完成されてるんですけど。もう完成されてるよ。サイゼリアのちょっとミニフィセルっていうこの硬いパンがあるんですよ、うん、これにティラミスをつけて食べるのがまためちゃくちゃうまい。なるほど。ちょっとイメージできてる。このパン自体どういうパンなの？このパンも普通に売ってるんですけど、まあスープにつけて食べたりとか、はい、粋な食べ方してるね。サイゼロもめちゃくちゃ通ってますからね。ちょっと食べていい？はい、これはあんまりやめた方がいい。ちょっと M 天狗になってるよ。これは全然別物。いや、あれこれはこれ僕めちゃくちゃ好きです。あ、好き。はい、この硬い食感で、うん、ティラミスの味がじわじわくる感じ、うん、めちゃくちゃ僕好きです。この硬い感じと柔らかい感じがくるの、はい、うーん、俺は全くそれ感じなかった。こちらのティラミス何点でしょうか？85点！めちゃくちゃうまい。いや、これ外しなしだから絶対食べて。じゃあ、ということで江頭さん、はい、まあ、今日は4品食べましたけれども、サイゼリアのメニュー、はい、ベストオブサイゼリアはどれでしょうか？ M の青豆。おお、青豆があそこまで味を高くキープするとは思わなかった。へえ、第一印象からの振り幅っていったら、そうだね、青豆大嫌いだもん。それがあそこまで高くなるってすごいことだと思ったよ。おお、ギャップすごかったね。そうですね、あのトウモロコシの味がしたからすごいよ。じゃあ、アタオくん、お前らもサイゼリア行って美味しいメニュー教えてくれよー。